本人を取材した。まず SMILE アップに入りたいと要望したことについてはしなしの誤解ですと否定する。自分が入りたいではなく閉会が推奨する人間を入れてもらいたいと要望したんです。前室の関係者の指摘した通り要望書の内容を求めたが、ジャニーズ側は元裁判官の経歴を持つ3人の弁護士からなる被害者救済委員会を設置した。5日に当事者の会が発表したところによると、東山が北川氏の性加害について事務所としてちゃんと謝罪させていただきますと挨拶した後、ジュリー氏が本当に長い間ご苦労されたかと思いますが本当に申し訳ありませんでしたと謝罪したという。このほか平本氏は当事者の会メンバーに断りなく東山社長やジュリー氏に連絡先の交換を申し出たり手紙を渡したりしたという。問題なのは代表の平本氏や副代表の石丸志門氏らが東山社長とジュリー氏に対し SMILE アップに入りたいなどといった趣旨の話をしたことだ。